子たち、この辺りで取れる子なのかな。実際に生えてるのを見てみたいところだけど。おっと、あいたった。おい、大丈夫かい。はい、その怪我はない？ごめんよ、オイラ薬草を見るのに夢中になっててさ。ありがとうございます。大丈夫です。痛むところもないですし。そっか、ならよかった。そちらこそ、お怪我はありませんか？オイラはなんともないよ。見ての通り、頑丈さには自信があるんだ。よかったです。本当にすみません。私も薬草を見るのに夢中になってしまってて。何か探してたのかい？もしかして誰か怪我か病気でも？ああ、いえ、単に興味と言いますか、本で勉強したものを見られて興奮気味というか。本で？すみません、変な話をしてしまって。君もしかしてこの辺りの植物に詳しいのかい？はい、このお店に並んでるものは大体本で読んだことがあります。それは助かるよ。実はここに置いてある子たちがどこで取れるか知りたいんだ。この子たちに聞いてもあんまり詳しく教えてくれなくてさ。この子たち？君何か知らないかい？この辺りの植物は王都の近くの湿地帯で採れる種類ですね。湿地の豊富な栄養を含んだ土の恩恵で、薬草ながら栄養価が高く食用にもなる優れものです。他にも特筆すべき点としては。はあ、いや十分だよ。君すごく詳しいんだね。はい、ありがとうございます。なるほど、確かにあの辺りはまだ調べてなかったな。ありがとう、調べに行ってみるよ。いえいえ、お役に立てたなら何よりです。ああ、オイラはオスカーって言うんだ。また会うことがあったらよろしくな。それじゃ。はあ、またやっちゃった。あんなに一方的に喋ったら困るよね。私の名前も言いそびれちゃったし、次はちゃんと話せるようにしないと。